こんにちは、山秀のマックです。数あるナイフの中から私マックが1本をピックアップして皆様にご紹介差し上げるコーナーです。ナイフ選びの参考にしていただければと思います。今日はじゃん、ベンチメイドプーコナイフ、ブッシュクラフトナイフですね。フィンランドの伝統的スタイルプーコをモチーフにベンチメイドなりにアレンジしたナイフです。去年の発売から結構話題になってますね。よく売れてます。人気のモデルです。ブレードはこちらスカンジエッジ風のフラットグラインドになってます。幅広めの2段刃になってますね。ウッドクラフトとかね、フェザースティック作ったりとか使いやすそうですね。ブレードの厚みは 3.5 ミリと若干薄めなので、キャンプで料理包丁としてね、料理野菜切ったりお肉切ったりとか、そういうことにも使いやすそうですね、はい、ブレードは CPM の 3V、 バーグリバーも使っている鋼材ですね。工具鋼です。本来硬い鋼材ですが、ブッシュクラフトナイフということでベンチメイドでは若干甘めに焼き入れしています。そのため刃掛けとかチップしたりとか、そういうことはしにくい鋼材になってます。ブレードになってます。ハンドルは樹脂ハンドルになります。チェッカリングが施してありますので、滑り止めがしっかり効いてますね。柔らかすぎず硬すぎず、多少ウェットな状況でも安心して使うことができます。はい、そして付属するシースがこちら、ブラックのレザーシースがついてきます。ここにファイヤースターター入れるベロがついてますね。あとはスイングタイプのベルトループ、ボタンホックでベルトをした後からでも装着できます。こちらのレザーシースが付属されます。プコナイフ、皆さんも使われてはいかがでしょうか。ナイフライフをお楽しみください。次回もお楽しみに。